アレクセイ・イグナショフは、ベラルーシュの男性キックボクサー。フリー。ミンスク出身。元、WMC 世界ヘビー級王者。元エスカ・ムエタイ世界ヘビー級王者。リーチ200センチメートル。ニックネームは、レッドスコーピオン、ドクサソリ、ベラルーシュの赤サソリ。参戦当初は、アーツ2世、東欧のアーツとも言われていた。かつては、 母国ベラルーシのチヌックジムに所属していた。長身から相手の顔面に繰り出される膝蹴りが得意。この膝はレッドスコーピオンと表現され、それがそのままイグナショフを表す代名詞となった。2007年頃に活動の拠点をニュージーランドに移している。毎試合の入場曲はアウトサイドの2フォーギブバットノットフォーゲット。 アマチュアキックボクシングの世界選手権で優勝。1999年10月24日、オランダで開催された、イッツショータイムで、ロブカーマンの引退試合の相手を務め、判定負け。2000年6月24日、K1 ワールド GP2000 ヨーロッパロシア地区、D 予選で優勝。横浜大会の GP 予選トーナメントへ出場を、決める。2000年8月20日、 K1 ワールド GP2002 に横浜で、初来日。GP 予選トーナメント1回戦で、マットスケルトンに、判定負け。2001年7月20日、K1 ワールド GP2001 位名古屋の、GP 予選トーナメント1回戦で、ピーター・マエストロビッチと対戦。膝蹴りでダウンを奪い判定勝ちを収めた。準決勝では、アンドリュー・トムソンから同じく膝蹴りでダウンを奪取し、小勝ち。 決勝戦でロイド・バンダムと対戦し、延長 1R 判定勝ちを収め東京ドームへの切符を手にする。2001年12月8日、K1 ワールド GP2001 決勝戦の1回戦でニコラス・ペタスと対戦。2R、イグナショフの首相撲からの膝蹴りで小勝ち。続く、準決勝ではフランシスコ・フィリット対戦。前蹴りでフィリを苦しめるが、 フィリのローキックで徐々にペースを奪われ判定負け。破れ走したものの、この大会で優勝を果たしたマークハントと同様インパクトを残す結果となった。2002年はビヨンブレギーに号 RKO 勝ち、ピーターアーツに判定勝ちするが、GP 開幕戦でステファンレコに判定負けを喫した。2003年、 パリ大会のヨーロッパ・ロシア地域予選で、パベル・マイヤー、アレクサンダー・ウスティノフ、シリル・アビディを下し優勝、GP への切符を手にする。2003年6月、バダ・ハリに小勝ち。福岡大会では、ヤンザ・ジャイアント・ノルキアを、ローキックで、マットに沈め、谷川貞春プロデューサーに、今年の優勝候補、また角田信明に、ホーストよりも説得力のある、ローキックを出し始めている。 と評価される。続く大阪の開幕戦では、マイク・ベルナルドを r KO で沈め、関係者やメディアからは、ステファン・レコと並び2003年の GP 優勝、最有力候補と称される。しかし、12月の決勝トーナメントでは、ピーター・アーツに完封され判定で敗れ、初戦敗退。2003年12月31日、 K1 プレミアム2003ダイナマイトで中村晋介と総合格闘技で対戦。第 3R に膝蹴りで中村を尾骨骨折させダウンを奪い、レフェリーストップ勝利となった。しかしすぐさま起き上がった中村からカウントも取らずに、即、レフェリーストップとなったことに対し、中村からクレームがつき、後に、無効試合となった。2004年5月20日。 三つショータイムでセームシルトと対戦し、1R 左膝蹴りで小勝ちを収めた。その後、飛行機で日本に直行し5月22日の K1 ロマネクスにおいて中村と総合格闘技で再戦したが、中村に全ワンチョークで一本負け。2004年6月、アーサー・ウィリアムスにローキックで小勝ち。2004年9月25日、K1 ワールド GP 開幕戦で、 ガオグラエゲーエンのラシンと対戦。延長戦の末、判定負けを喫した。試合後イグナショフは、あと3キログラム絞るべきだった、相手を過小評価していた。とコメントしている。2005年2月13日、ビヨンブレギー戦で、3アールに膝を負傷し、小負けを喫した。この対戦で追った膝の怪我を引きずったまま、4月に、ピーター・グラハムと対戦。 延長までもつれるも、判定負け。続いて、5月には、内田のボルト対戦。蹴りが使えず判定負けを喫した。そのため、6月に、膝の手術を行い、3ヶ月の休養と準備期間を設けた。2005年9月23日、K1 ワールド GP 開幕戦では、ワンマッチで前年度王者レミーボンヤスキーと対戦。互いにジャブ、ストレート、ローキック、 膝蹴りの繰り出し合いの熱戦となった。試合は延長までも釣れるも延長ラウンドの差で判定負けとなった。2006年、タイでアパートを借りて1ヶ月間トレーニングをして再起を図る。5月の K1 ワールド GP オランダ大会のヨーロッパ GP1 回戦でピーター・ボンドラチェックを右ストレートで下す。しかし、準決勝でリザーバー上がりの空間先に判定負け。 この試合、イグナショフは、終始先の攻撃を防御するに止まり、ほとんど反撃できなかった。試合後のインタビューで、カウンターを狙いすぎてしまったと語った。2006年8月12日、K1 ワールド GP ラスベガス大会の世界最終予選1回戦で、イマニーリーを相手に、僅差の判定勝ちを収めた。しかし足の怪我により、準決勝を辞退。 2007年2月24日、K1 ハンガリー2007でアティラ・カラチと対戦し、小勝ち。しかし、練習中に親指を負傷したことなどもあってか、結局2007年シーズンは一度も本戦には出場できなかった。2008年2月9日、コワールドシリーズにて、グレゴリー・トニーと対戦するも、判定負け。2008年3月30日、 ザカーンにおいてユアンレと対戦し、2から0の判定勝ちを収めた。2008年10月5日、タフイズノットイナフにてビヨンブレギーと対戦し、ダウンを奪い判定勝ち。2010年4月3日、K1 ワールド GP2010 イン横浜のメインイベントでバダハリと対戦し、判定負け。2005年9月23日以来、4年7。 か月ぶりの日本での試合となった。なお、アルコール使用障害により、K1 から遠ざかっていたことが明かされた。2010年5月21日、K1 ヨーロッパ予選トーナメントに出場。1回戦で、ミンダウガス・サカラウスカスに小勝ち、準決勝で、フレティ・ケマイヨに3から0の判定勝ちを収めるも、怪我のため決勝を棄権した。代わりに決勝を戦ったケマイヨがワールド。 GP 開幕戦出場を決めた K1 ワールドグップ2001ベスト4ありがとうございます。